フォードのふざけたプレーで大ピンチを迎えるイングランドさん。なぜ彼がイングランドの政治系なのかずっと疑問ですが、さすがにそろそろ限界でしょ。こんな足元の技術で何をしてるんだかこれ、手に入れられなかったからまだ良かったものの、普通なら次戦はベンティーカでしょ。ポープが見たい。ポープ守護神でトラッフォード成長させるために招集してほしい。それにしてもコルウィル素晴らしいな。ポープ、ヘンダーソン、トラッフォード、ビートルなどなど代わりはいくらでもいる。ピックフォードは本当に謎。一定数、ピックフォードスファン組いるのはわかるけど、国際大会の大舞台に滅法強いし、まだ目をつむっててほしいってのがエバトニアンの感想。これでもセービング能力は随一だから何も言えないよね。じゃあ誰を使えって言うんだ、大舞台に強い GK、くらいしかいなくない。ワールドカップで何回ピックフォードに救われたか、